学校生活やっていきます。ストーリー解放する前のね、この授業みたいな感じですね。今回はこの暴れバンバン花火っていうのをやっていくのかな。ロビンがいたのでね、話しかけました。花火だからそうはならないよ。あなただって効果は気になるでしょ。まあ気になりますけどね。お、ウィズリーがいる。話しかけよう。ウィズリーさん、どうして学校に？寄り道で昔からの親友ネビルに会いに来たらいいよね。花火は面白かった？まだ試してないよ。マクゴナガル校長先生に俺からもらったって言わないでね。まあ言わないですけどね。面白い過去と関わってるからね。フレッドと一緒に。フレッドか。懐かしいな。ドローレス・アンブリッジがわざわざ。これも懐かしいよな。映画見てたらわかる。ね。まあ、ジョージは生きてくれててよかった、ほんと。試験とか花火とか。これもなんか昔話聞ける感じなのかな。記憶に入る。今までハリーとハイマーヨニーの過去とかは見ましたよね。試験が終わって僕とフレッドはつまらない学校生活を楽しく。あ、いる。あのピンクのおばちゃん。アンブリッジだ。彼女の大事な。よし。このマダムに新商品を試させましょう。7万結構高いね、これ。アーマニオニーデッキとかに使えそう。わあ。いや、これどんどんやれ、どんどん。時間がかかります。確かにね、7まであるからね。炎合銃を放つからタイミングよく使ってねって言ってる。アンブリッジを倒しましょう。じゃあ、私は、どうなんだろう。撃てばいいのか、こうやって。いけいけいけ。どんどんどん、ああ、よく逃げられてる。ジェットキャップがどんどん召喚されてる。これは私、一回炎合銃とか、唱えないとダメだよな。右下にマナがあるから。よし、じゃあ、ちょっと、レッドキャップのところに。なんか置いて、ちょっと7まで溜まるまで待ってみようか。結構これ大変だな。よし、溜まった。でも、これ大丈夫かな、使っても。この辺か？逃げてる逃げてる。いけいけいけ。おい、マイナス203。なんか投げてる間、どん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 攻撃を食らわせる感じか。こうやって炎合場でやってる時に投げたりとか。ダブルとかでも役に立ちそうな感じがしますね。ロケのこれだけで大丈夫なんじゃないの。もうなんか倒れそうな感じはするけど。最後にもう一回使ってみますか、これ。いけ。これでラストだろ。オッケーオッケー。今のコンボすごくいいじゃん。炎合場と花火みたいな感じで。効果は抜群でみんなも大喜びした。彼女は自業自得だよ。さっき言ったようにね。骨の髄まで。そうだよね。なんか紅茶飲むときは皆さん気をつけてくださいね、ほんと。よし、これでプレゼントマークをクリックしたら、あ、これでもらえるのか、いつも通りね。この逃げてる画像すごくいいね。ちょっと効果ももう一度見てみますか。はい。こうやって投げてる間どん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 食らってる。ドラゴンも逃げていく。何度見ても面白いな、これ。はい。で、強化練習とか、どんどん今やってる感じですね。学校生活。なんか見たことないやつをね、やっていきます。アルマ、あれ？髪の色がなんか黒に戻ってる。はい。どうしたんだろう。ホグワーツにでも来て、私も自分のスタイルを見つけて変わるんじゃないかって思ってたけど、やっぱり変わらなかった。うん、君はイケてるよ。でもダンスの誘いなんかされたことがないの。え？前回か前々回私ダンス誘って一緒に踊りましたよね。しかもめっちゃおしゃれだったよ。ずっとこの髪型で変わったことがないの。嘘こけ。なんか前紫でなんかメッシュもかかってたじゃないか。これもしかして学校生活とかさ、強化試合ってさ、ランダムで来るのかな。なんか順番がさ、合ってないからなんかごちゃごちゃになってますよ、これ運営さん。魔法薬ならあるんじゃない？だからこれが本来アルマの一番最初のクエストなのかもしれませんね。はじめましてって言ってたし。まあやっていきますけどね。でも動画はこの順番通りに一応やってみますね。ごめん、邪魔だった？ただ魔法薬を作ってるだけだ、この魔法薬はずっと。こちらは？え、ダニエルにも前、ほらね、はじめましてって言ってる。前紹介したよね。
魔法液はないか知らないか。カラーリング剤を髪に染めたことがあったら、彼女の誕生日の時、私わかりますよ、この昼間から色が変わる、紫になりますから皆様じゃあ魔法薬作りましょうか。あの手のところですね、鍋のところタップしてね、作ろう。ここねちょっとカットしてますね。この魔法薬の作り方検索したら出てくると思います。チュートリアルがあります。今回パーフェクトです。150点、90点以上で合格ですね。毎回同じだから、これやり方わかんないよっていう人はちょっと再生リストとか探したりとか、あと検索したら私の動画出てくると思いますんで、見てもらえたら嬉しいです。じゃあ使ってみるか。どんな色に変えたい？青色だってアロマが言ってる。もう知ってたけどじゃあダニエルを信じてください。ほら色が変わったね、あの色になってるよね。だから本来やっぱりこっちから先なんだよね。でもメッシュかかってない。多分次メッシュかけるクエストがいつか来るんだろうな。待って、この魔法薬の名前は何て言うの？ダニエル。素敵カラーリング剤あなた今後ダンスに誘われますよ。いやこれ順番合わせた方がいいのかな、動画でも順番にやってるだけだからな私も。で次のやつはね、アクシオだって。これもなんか順番おかしいよね。なんか前なんかアクシオでさ、暴れ柳に引っかかったね、ロビンのほうきを取ろうとしたことがあったんだよ。あの時だからまだアクシオ私使えてない時なのにね。今回ロッティですね。スケッチブックにあるから、もしなくしてしまったらとか言ってる。大まかな場所さえ分かればアクシオでって。これも順番がおかしいですね。これだから強化練習とかランダムじゃなくて何年目に出てくるとかもうした方がいいと思うんだけど、私が絵が描いていたところ、アクシオスケッチブ、いやネズミみたいなのが出てきたな。話す、スケッチブックってちゃんと言ったよ。スケッチブツって聞こえた。あーなるほど、発音が悪かったの。私がやってもいい？大丈夫、私はできる。今度こそ間違えないから。間違えちゃったのか。じゃああの木のそばでって言ってるから、この黄色いところに行けばいい。ここでフェリーを描いてた。天気悪くて船なんか止まってないけど、あ木が折れちゃったんだけど目の前。大丈夫？髪は木でできているのかもしれないけど、頭の中で明確にイメージする必要があるだって。もう一回試してもいい？チョメがミスりまくってるのか。じゃあ鉛筆を整理してる時にスケッチブックが落ちたかもしれないから、どんどんやりましょう。珍しいですね、私がこんなに間違えるって。なんか天気悪いのにいっぱい人出てるよね外に。じゃあアグジオになってるよ今アグジオじゃなくてフレイ兄弟いるんだけど、なんかすごく天気が良くなったんだけど、あまた悪くなった天気が。この辺もなんか面白いですよね。すごく怒ってる。え、なんでだろう、なんで怒ってんの。まあじゃあフレイ兄弟を撃破する。まあしょうがない、戦ってみましょうか。兄弟が切れてるように見えます。いつものことなんじゃないの。ロッティを守って全ての敵を、え、守りながら戦う。うわー狙われてるよ。握手をするすると敵にと身近に引っ張ることができます。あ、なるほど、ロッティを助けましょう。じゃあ怪物的な怪物の方をこっちに来い。で私が倒す。あーなるほどね。どんどんもう当てていっていいんじゃないの。うわなんかでっかいのができたこれ私アクシオで引きつけたら私やられちゃうんじゃない。大丈夫、引っ張ってから攻撃しましょう。じゃあまあ言われた通りやってみましょうか。あ撃破した。フレイ兄弟を倒しましょう。私もフレイ兄弟出そうかな、仲間カードで持ってるから。じゃあはい、仲間カードで、でこれはアクシオで呼ぶみたいな感じか。結構10マナとか結構溜まりますね。どんどん出していった方が良さそうだ。はい、インセンディオで焼いてみよう。こんな感じで。で、エンゴージャンを使っとこう。ロッティは今のところ無傷だ。はい、どんどん出すよ。で、ニフラー出して。ニフラーいらんかったかな。もう10マナでいっぱいになってるからね。回復が早いですね、血統とかと違ってね。今ちょっと使えない。どんどん雪玉外れちゃったはいはい、こんな感じで連打で勝てるんじゃない。はい、ただあまり使いすぎるとなくなるかまだ。おう、ロッティが回復なんか作ってくれた、すごくいい。
はいはい、どんどん出すよ。あ、逃げ出しましたね。まあ余裕でした。これもだから序盤のクエストなんじゃないかな。簡単すぎるから。スケッチブックを盗んだのはあなたとか言ってる。似顔絵のせい。あ、似顔絵で怒ってたの気に入らなかっただけだって、はあ、俺たちはくだらない絵なんかを気にしなくていいよ。ほんと出来上がった絵はちょっと変な感じになっているところは認めるよ。ちょっとだとって言ってる、はあ、マジか。そんなんで怒るんだ。あ、見つけてくれてありがとうって言ってくれる。はい、これでもう強化練習もどんどんね終わらせておきます。でこれでね次回のストーリーがね解放されると思うのでね、ご視聴ありがとうございました。